はいどうも、皆さんお勤めご苦労様です。ということで、今日の出来事をやっていきたいと思います。今回はですね、蓮舫氏終わらせません。弁護士と相談、講義及び質問状。 朝日新聞記者と徹底抗戦宣言、ネットは呆れということでですね。えー、なんと、蓮舫がですね、朝日新聞記者とネット上で大喧嘩ということでですね、もういいぞ、もっとやれという話ですね。まあ、蓮舫といえば、あ東京都知事選でですね、えー、なんと、下馬評を覆してですね、3位で終わるというですね、失態を演じてですね、2位じゃダメなんですかで、ね、一世を封じした蓮舫だったんですが、2位にもなれず3位だったということでですね、 えー、非常に飯がうまいということでですね、もう国民から、嘲笑の的にされてるわけなんですが、 まあそんなあ状態の連邦、もうプライドだけはあ一人前に高いですから、もうとにかく、えー、面白くないということでですね。もう選挙が終わってからですね、えー、私は今自由に喋らないとかわけのわかんない日本語でですね、まあとにかく周りに噛みつきまくってるという感じ、もう立つ鳥、後を濁しまくりという感じでですね、えー、連邦は一体これからどこへ行ってしまうのかと、とっとと遠くにね、日本から離れて行ってくれという感じなんですが、 えー、なんと、そんな蓮舫がついに朝日新聞記者とですね、えー、喧嘩をして、しかもですね、えー、弁護士と相談とかの穏やかじゃないことを言い始めてですね、えー、全く、えー、このトラブルメーカー不良ですね、いかんなく発揮しているという状態のようです。で、これ、えー、なんでそこまでの時代になっているのかという話なんですけれども、はい、えー、終わらせません。蓮舫氏、朝日新聞記者と徹底抗戦。 宣言ということでですね。えー、もう、蓮舫や立憲、共産の味方なんてしてんのはですね、も、ま、う、あ、朝日新聞とかね、えー、毎日とか東京新聞とかも、まあ、あるんですけども、まあ貴重な仲間、国民の大多数からとにかくそっぽ向かわれてますから、貴重な仲間と喧嘩してどうすんだと、あもうこれぞ、パヨク名物、打ち出場という感じ、えー、なわけなんですが、えー、終わらせませんとかですね、こういろいろ言ってます。で、これどういうことかというとですね、 はい。まずですね、これ、えー、連合のですね、この吉野会長というね、えー、この独特の髪型のおばちゃんいますね。はい。えー、この人があ東京都知事選の、まあ、感想を述べて、まあ、臨法師の範囲はこうだみたいなことを言ったようです。まあ、ちょっとその辺については別の動画でやろうかなという感じなんですけども、えー、まあ、これについてですね、えー、臨が、現職に挑戦した私の範囲を現職を支持してあなたが評論ですかという、<laughs> 何がいけないんだという話ですね。 えー、連合のもう吉野会長であろうとですね、その一般の有権者には違いがないので、えー、評論して何が悪いんだと、誰を支持しようかですね、<laughs> 自由だろう。えー、しかも連邦以外をね、支持したんだったら、もう連邦について、えー、ね、特になんか一言言いたいところもあるだろうという感じでねで、国民のなんか自由な発言を妨げようとしての一体何なんでしょうか、こいつは。えー、私は今回、えー、公契約を活用した労働条件改善を強く提案。 若者の雇用環境改善も提案しましたと、えー、提案、提案、うるせえなという感じなんですが、本来、労働者を守る連合が要求する内容でもあります。 組合離れはこういうトップの姿勢にもあるかもしれませんね。と、もうなんか皮肉たっぷりのですね。皮肉いってる割には対して面白くないという感じで、もうとにかく人の印象が悪くなるだけという最低なことをですね、<laughs> えー、連邦がですね、こう自分で自分を下げているということで、まあ星明かりすりゃ、えー、はかどって飯がうまいという話なんですが、まあこのようにですね、えつ、ー、いに立憲の支持母体であるはずの、まあ連合の会長にもですね、噛みついてしまいました。 はい、えー、迷惑なやつです。えー、そして、この意見に対して、この、お今野忍という人がですね、こう、引用率いいとしたんですが、ザ・蓮舫さんという感じですね。指示してもしなくても、評論するのは自由でしょう。いや、もうその通りだよ、本当に。しかも、共産べったりなんて事実じゃん。いや、もうまさにそうですね。えー、もう私の家にも、その、なんか、共産党かですね、蓮舫に票入れてくれみたいになんかね、えー、わざわざカラーコピーで両面印刷されたチラシをですね。 入れていきましたから、ああ、いら、こんなもんいらねえよ、この、ゴミでしかないという話だったんですが、まあ、共産党と連邦いうのはよろしくやってるんだな、というのはですね、まあ、とにかく印象に残った、という感じです。もう、連邦はそんなに共産党がええだったらですね、もう選挙期間中ね、選挙期間中とか、選挙始まる前からですね、共産党が連邦を支持だとか言ってですね、街でね、大声でがなり立ててですね、あろうことか、募金まで募,集、ねえー、募ってしまうといったことについてですね、一言でもやめてくれと言ったの という話ですよ。もう選挙には、ね、その共産党も大いに利用しておきながらですね終わってみたら、えー、終わった後でですね、えー、べったりではないとか言い出してのどういうことなんだってう話なんですがはい。 えー、確かに連合の組合組織率は下がっているけど、それは連邦さん支持しなかったかではないでしょう。自分を支持しない、批判したから衰退してるって自分中心主義か、本当に恐ろしいと。<laughs> いや、本当にこの自分中心主義っていうのが非常に、えー、よく当たってるなという感じですね。はい、えー、まあこういった、あまあ,あ、ツイートというのがありました。で、この今野忍という人なんですが、あこの人がですね、 えー、実は、朝日新聞の記者だったということで、えーまあ、新聞記者としてではなく、まあそのねえー、一般の実名アカウントとしてですね、まあ、意見を述べているという話、まあ、実名でね、えー、意見を言うところでですね、もう褒められて叱るべきなぐらいなんですけれども、えー、この人が非常に批判を浴びていると。 えー、アサ新聞社、個人赤で連邦批判を投稿した記者を厳重注意、極めて不適切な内容を記者は謝罪ということで、<laughs> えー、なんとこれ、連邦だけではなくですね、この朝日新聞までもがですね、えー、まあ、この記者に、えー、まあ、謝罪を要求と、はい、えー、いうことをしたようです。 はい、えー。で、えー、ですね。まあ結局、えー、このあ、その前にこれ、えー、ですね、えー。記者が記名で自身の意見を述べたら厳重注意ということこれ飯田康之氏もですね、えー、朝日新聞の姿勢がね、おかしいというふうに、えーまあ、意見を見ていて、まあこれはもう誰もが思うところじゃないかと思います。はい。えー、そして結局このお今野忍ぶ記者なんですが、 えー、これまでの私の投稿に不適切な表現がありましたと。いや、何も不適切なことなかったけどね。 事実しか書いてなかったという感じなんですが、これ、浅井記者には珍しく事実に基づく意見だったなと思うんですが、ご指摘を受け、えー、止めて、猛省すると,とともに、関係する皆様に深くお詫びいたしますと。えー、いうことで、なんかよくわかんないけど、謝罪してしまいました。もうそれほど、浅井新聞からの圧力が強かったんだろうという感じですね。謝罪するのは蓮舫の方だろうということで,ですね。蓮舫こそね、えー、武田けしく反省しろという感じなんですが、まあ、この意図ですね、浅井記者でありながらですね、 えーまあ、今までの,その、まあ、記事内容は、あその例えば菅元総理とかですね、まあ、あとは維新とかですね、まあ、その辺に、えー、結構近い記者だったということで、まあ、朝日にしちゃまともな方だろうというふうに思うんですけども、ま,あ、まともじゃない組織からするとですね、えー、まともなことを言う記者はけしからんということでですね、工作活動にもっと身を入れろというふうに、ねえー、言いたいのかもしれません。 まあ、とはいえですね、ここで、まあ、謎の謝罪というのをしたんで、まあ、これで終わりだろうというふうに普通は思うんですけれども、えー、さらにここからね、連邦がですね、終わらせませんと、何なんでしょうか、こいつは。もう、性格の悪さも滲み出すというかですね、もうそっくりそのまま、あ形となってね、えー、性格の悪い姿を表しているという感じ。人がですね、もう謝罪してるのに、ね、終わらせませんと言った反応してるのは私初めて見ました。 何なんでしょうか、こいつは。はい。えー、なんとですね、連邦。えー、終わらせないというふうに言って、しかもそれ、それで終わりではなく、弁護士と相談しているところです。どこまでバビョってんだよ。そんなにムカつくとこあったかまず、朝日新聞への講義並びに質問状を出したいと考えてますと、ということなんですけれども、朝日新聞は私の味方なのよと言わんばかりなんですが、えー、この人そんなひどいことを言ったかと、 えー、もう一回言いますけど別に、ザ・レイホーさんみたいな感じですねとかですね、共産べったりなんて事実じゃんとかですね、えー、自分中心主義か本当に恐ろしいとかですね、もう一国民のね、えー、もうその思いそうなことをですね、そのまま言ってるだけだろうという話なんですが、 え、まあ、事実陳列罪ということなのかもしれません。もう、本当のことを言うやつはね、えー、けしからんということで、連邦がですね、相手が謝罪してんのに終わらせないと言ってみたりですね、えー、弁護士と相談するとかですね、もう性格が悪いというか、もう頭も悪いという感じでね、んこんなのが今までよく政治家、 国会議員やってきたなという感じ、えー。いかに日本の国会議員がですね、仕事しなくてもね、イメージだけで成り立つかという話なんですが、はい、非、えー、常にですね、こう、集大を連邦をさらしてしまいました。えー、まあ、こういうね、そのもう、一般の国民からすりゃですね、何言ってんのお前みたいな話なんですけれども、なんと、これについてですね、えー、アークタイムスとかよくわかんない、えー、そのなんか編集長と言ってるやつがですね、えー、連邦氏の対応当然だというふうにですね、 もうパヨクのお仲間なんでしょうもうここ横にですね、この、も月づきうそこがですね、えー、なんか、北斎見ながらどっかを見てます。えー、もうこいつが横にいるという時点でこれがですね、ドパヨクメディアというのがよくわかるんですが、えー、この連邦隊、浅日新聞記者というこの話についてですね、連邦が正しいと言い出してしまってですね <laughs>、どうしようもありません。 はい、えー、しかもですね、これ、米山隆一出ました。もう米山隆一、なんか、ひろゆきについてですね、ちょっと一本取ったみたいなのがですね、えー、なんか最近、ちょっと前にあってですね、それらでも調子に乗りまくっていてですね、お前、そもそもパパ活知事だったこと忘れてねえぞという話でね。 肥料機からちょっと一本取ったぐらいでですね、えー、調子に乗んなという話なんですが、まあ、ヨもね、えー、男版、噛みつき亀ということでですね、はい、えー、もう、頭の形が鬼頭みたいになりながらですね、とにかく相手にいろいろ噛みついてるという感じなんですけども、えー、共産べったりなんて事実じゃんという意見に対して、じゃねえだろう、読解力ないのかと。いや、どう考えても共産べったりだろう。 読解力とかそういう問題じゃねえよ。もう、あの選挙期間中に共産党と散々一緒に選挙活動してきただろうと。もう連邦がいないところでも共産が代わりにビラまで巻まいてですね。駅にはなんか連邦によろしくとか、連邦さんをよろしくとかですね。頼んでもいい聞いちゃいねえのにそんなことをなんか一方的にベラベラ喋ったりですね。 連邦共産党という言葉が生まれたぐらいですね、べ、えー、ったりなわけなんですけれども、えー、それについて米り打ちが、もうさぞ都合が悪いんだろうと、もうとにかくね、今回、えー、東京都知事選でですね、立憲共産党というのが結果を出せなかったんで、えー、結果を出せないどころか石丸一人にボロ負けといったことになったんで、まあ立憲からすればですね、もう共産党と一緒にやってるみたいなイメージは払拭したいと、一、えー、日でも早くそういうイメージを払拭し したいということで、もう東京都知事選で、ねえー、連合を、ね、共産党と一緒に応援していたということすらもですねなかったことにしたいんだろうとなるわけねえだろうという話なんですけども、そういうことをねちょっと言おうものならですね、えー、そんなのは事実じゃないというふうにですね、なんかもうわけのわかんないですね、えー、もう共産主義をですねなんかこうやって一人でやってるみたいなんですね。 はい、え、リアクションしてます。えー、まあ、そんなことでですね、えー、蓮舫朝日新聞記者が、まあ、えー、ドンパチやってるということで、まあ、あどんどんやれと、 おいうふうに、えー、な話なんですけれども、中身を見てみるとですね、えー、比較的まともな記者がですね、えー、頭のおかしい連邦に一方的に噛みつかれてるということで、まあ散々だなと。まあこんなことでこの記者がですね、その朝日新聞の中で、まあ立場がね、こう悪くなったらちょっとね、えー、理不尽にも程があるんじゃないかという気もしますが、まあそもそも朝日新聞なんてそんな場所なんでね、<laughs> そんなところで記者やってる方が悪いというふうにもなるかもしれませんけども、 まあそういうちょっとでもまともな記者がね、ええー、まあいなくなってしまうと朝日新聞がますます、えー、こう、歯止めが効かなくなってひどいことをですね、ええー、メディアで言いふらしていくといったところもあるんでね、まあ少しは防波堤、えー、となる記者というのもまあ必要なのかもしれませんけど、まあ一番いいのは朝日新聞なんてなくなることなんですけれども、 はいえーまあ、そういうですね、もう国民の、もう、その中ああ国民感情からもうかけ離れていてですね、えー、パヨクたちが東京都知事選でボロ負けしたことをなかったことにしたいのかというぐらいですね、もうファビョリンファビョっていると、はいえー、終わらせません、蓮舫氏、朝日新聞記者と徹底抗戦宣言、一方で謝罪ポストがあったのに、質問状の送付までするのは、言論の萎縮につながるのであった疑問の声もと、まあもうまさにその通りですね。 はい、えー、まあ、このようにですね、えー、国民の声を封殺するといったような行為をですね、<laughs> えー、働いてる、えー、この連邦、とんでもないなと、あまあ、もう立憲の議員なんて大体こんなもんですからね、はい、えー、安倍さんの時にはですね、そのなんか、えー、安倍さんがこう、メディアをね、こう、 萎縮させて牛耳ってて牛っっいるみたたに散々言ってましたけど全然そんなことはなかったですからね。萎縮させてんのはお前らだという話ですね。はい。えー、もうとっくに終わってる蓮舫が、えー、終わらせませんと、まあね、えー、ほざいてるようなんですが、人について終わらせるかどうかとか言う前にお前が終わってんだという話ですね。はい。えー、とっとと、まあ、日本からね、出て行ってもらって、まあ、第二の人生を送ってもらいたいというふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。 お願いいたします。